2020年に九州豪雨災害で、甚大な被害を受けた熊本県八代市の方の避難所の方に、マスクを1万枚送らせていただきました。コロナの影響でその時すごいマスクが手に入りにくい状況であったこともあって、ただ僕はちょっとその親戚とのつながりでマスクを中国の方から買うことができたので、まあ僕が何ができることはないかということで、避難所でクラスターとかが起こらないようにとマスクを送らせていただきました。そうですね、まあ、そのマスクの他にも年に一度台湾の方の児童施設の方に、まあ、子ども食堂みたいな施設に寄付をさせていただいたりとか、今住んでる地域の小学校のに冷水器を設置させたりとか、まあ少しできることを少しずつやってはいるんですけど、まあまだこれからも困っている施設だったり、子ども食堂だったりっていうふうな施設にこれからも寄付ができればなと、少しでも力になれればいいなと思っています。皆さんのアクションを聞かせてください。ディスカバー・ユア・グリーン。